これはあれですよね。何ですか。何何何言っちゃダメでしょ。え、何何何何何何何って何何何言っちゃダメでしょ、バレちゃう。どういうこと。いい、喋ってもいい。何作るか分かってんの。分かんない。何作ると思う。これとこれでだけ、うん、そう。あ、押さないで潰れちゃう。うん、本来もっと大きいやつを使うんだけど、ない。ないのよ。お好み焼き。うん、そういった類のもの。類のもの。類のものがない。何？玉線。玉線。玉線。エビ線？あ、玉線かな。これをは焼きそばやって、まあ元祖は分かんないんだけど、挟んでこうソース塗ってマヨネーズで挟んで食べるっていう、この屋台食。これって2、この2枚、あ、3枚入ってる。うん、まあね、うん、2枚で挟む。この間の大きいのでこう折りたたむみたいだけど、それはできません。いいですか、ちゃちゃっといきます。はい、じゃあ焼きそばを、具なしの焼きそば、ね、我々の好きなタカさんはこれを普通にやってください。下面、はい、パン、これを普通に具なしで、はい、油、玉線って卵ってことなんじゃないかな。いいんじゃない。どう思う。リノはいる。目玉焼きをここにちっちゃいから。いいんじゃない。やるか。やるの。はい。これはさ、近くでやって。近くで。あ、ちょっと待って、音一回やるから。近くでこうやってる。こう。はい。うん、上手。はい。熱い。うん、上手。手洗って。これをですね、これこう。そんなに。そんでもないんですよ。でしょ。そしたら、こうして、ちょっとこれ目玉焼きいけないな。どう思う。あ、これあれだ、もうお皿にこうしてやんないと。こうしてこうでしょう、うん、したら入る。これをまあ食べづらいね、多分。これですね、こういうことなんじゃない。
あれマヨネーズ塗った音、うん、で、青のりじゃない、あれ青のりどこ、青のりをあった、あ、でで姉じゃねえか、こういうことですよ。どうあ、美味しそうでしょ。ほら、本来こんなボリュームないわ。本来このボリュームおかしいんじゃないのかしらね。ちょっと割れてますけど。しょうがない、こうやってこう食べるしかない、こうやって。これじゃあ音にするわ。音にするわってみんなこうなるよ、押せば。音のまで。昨日の綺麗にいった、もうちょっと、うん、うん、自分の好みもっと焼きそば食べたいなと思えばそれもっとやってもいいし、で手で食べるんだよこれ、うん、聞こえてます、で、チーズラーメンやってもおいしいよ、これ絶対、ああなあ、いいか出ちゃった、うん、もういいじゃん、出ちゃってもいい、出ちゃうってどういうこと、うん、出るよ、しょうがない、音の声で出るよ、いい、押すよ、ん、押すの、え、いいよ、押してもいいよ、もう、お、潰れないね、時間経ったからかな、まあそうでしょうね、入ってる、うん、あ、これちょっと、あ、待って、おのりバレるから、あ、じゃあまだ大丈夫、まだ大丈夫、ちょっとこれバレるからそっち寄ってくる、外すよ、うん、いい、これドバッと出るからね、これこれドバッと出るから、え、うん、そうなのよ、もう上手、慣れてるね、うん、はい、いいや、後から押すわ、あの、見栄えは悪いけど、はい、できました、うん、じゃあこれ音のはお、リヌのはリ、マクのはマ、はい、マ、うん、いいでしょ、ユじゃない、うん、ユでもいいよ、ウでもいい、ユにする、ちょっと焼きそば可愛いじゃん、めっちゃうまい、よっしゃ、おお。で、これにちょっとこう、あのピューってやればかわいい、ダメか、怖いね、いいね、パソコン本だよ、うん、あ、リー下手、いやいや、上手上手、お、難しい、おー、そうか、うん、ゆりよ、ゆりよ、ゆりよ、なんかいそうだな、ゆ、ゆ、り、お、すごいね、おゆり、り、え、なに、り、り上手だな、なんか、り、当たんないよ、今日は、今日は、うん、だけど、麺って言って、麺だね、何の麺だと思う、お願いします。はい。
めつぶち麺。何の麺？何の麺って言ったら、わ、一つしかないと思うんだけどね。ああ、いいですね。面白い。食べづらいべね。だね。焼きそば。おお。はい。どうぞ。何でしょう。え、何これ。何かわかんない。何かわかんないだろうね。だってみんな初めてだから。おりゆ。ゆうまいでしょ。せんべい。そうだね。えびせんだね。おいしい？分からん。でも絶対おいしいと思う。食べ方としてはこうやって食べるしかないよ。手は汚れるよ。予想しようかな。9点。ああ、そういうこと。うん、8点。8点。なんとなく味の予想はついてしまうな。うん、つくけど。まずこうガジリと言ってほしいね。そして食べにくかったらこの1枚上取ってどうやって食べる？取ってこの上のせんべいでこうやってすくいながら食べるとかしないと。ああ、そうだ。本来は袋とかに入ってこうやってほらハンバーガーみたいに食べるもん。まあいいです。まあいいか。じゃあ行きましょう。はい、いただきます。いただきます。しなしなしてる、もう熱で。こうだよ、こう、ほら。ガブリン、ちょっと。はい、いいよ。大丈夫？この上で。手にマヨネーズ。いい？この上でいいよ。はい、いただきます。あまり合わない。ん？しなしなしてる。焼きそばさっこい。まあ通常通常っていうか、予想どれかな、音は。焼きそばうまいね。回っちゃった。垂れてきてるよ。好きではない。音好き。僕そうでもない。お好み焼きの種類としていいかも。外側のアウトラインの走り方ちゃんと覚えないと。だから何アウトラインって？外側の線。でもリレーってさ、コースでこうやって走るんじゃなくて、入っててもいいんだよね。あ、そうなの？そうだよ。あ、そう。徒競走はちゃんと自分のコースを走んなきゃいけない。ああ、そうなの。じゃあ、ガーッと入ればいいじゃん。でさ、徒競走…すごい。綺麗に落ちた。もういいよ。気づいてないでしょ。徒競走…でさ、こうカーブ曲がるときにいっぱい線あって全然わかんなくなってさ、ちょっと速度緩めてこうやって確認しない。ダメだよ、緩めるってことは絶対しちゃダメ。そっからまたトップスピードに行くの時間かかるから緩めちゃダメ。じゃね。でも最後のさ直線あったじゃん、あれで本気出した。それは本気出すしかないからね。指黄色いよ。